司法書士、スピード合格講座を担当させていただく、フォーサイト専任講師の中村厚史と申します。今回は、私についての講師紹介をしていきたいと思います。まず、自己紹介ということで、名前は中村厚史と申します。厚史という字はですね、俳優の渡辺敦史さんから取っております。渡辺敦史さんというのは、建物探訪というテレビ番組をされている方です。私はですね、高校2年、 16歳の時に高校を中退しております。その後何をしていたかというと、アルバイトをしながら演劇やバンドをしていました。ですけれども30歳近くになってきて、自分の人生この先どうなるんだろうと心配になってくるわけです。そこでですね、30歳の時に宅研試験を受験して合格しました。この時の勉強はですね、市販のテキストと問題集を買って行いました。 宅検試験に合格した後、自分はもしかしたら法律の勉強に向いているのかもな、と思うようになりまして、司法書士試験の勉強を始めました。えそして、33歳の時に司法書士試験に合格しました。この時の勉強は、働きながら2年、資格予備校の通信講座を使って行いました。 司法書試験に合格した後は、自分がお世話になった資格予備校で、司法書士講座の講師をしております。また、宅研講座を担当していたこともあります。その後ですね、慶應義塾大学法学部、通信教育課程に入学して卒業しました。なぜ大学を卒業したかというと、 ロースクールに入学するためだったんですけれども、大学を卒業した頃にはもう40歳に近くなっておりましたので、ロースクールに進学するのは諦めました。その代わりといってはなんですけれども、行政書士試験を受験して合格しました。で、この時の勉強はですね、宅研の時と同じで、市販のテキストと問題詞を使って行いました。行政書士試験に合格した直後から、フォーサイトの司法書士講座の立ち上げを始め、 今まで教材の作成を行ってきました。このようにですね、私は勉強は通信教育、または全くの独学で行ってきました。ですから、勉強というのは教わるのではなく自分でするものだという意識が非常に強いです。ですから皆さんもですね、自分でするんだという意識を持って勉強に取り組んでいただければと思います。もちろんですね、私から最大限のサポートはさせていただきます。 では、講師としてのやりがいということで、受講生の頭の中にパッと明かりが灯るときということなんですが、これはどういうことかというと、司法書士試験は試験範囲が膨大です。宅研試験や行政書士試験とは比べ物にならないくらい膨大です。ですから、勉強の成果を実感することがなかなかできなかったりするんですよ。ですけれども、勉強を続けていると、今までやってきたことがつながってきて、 なるほどなと、頭の中に明かりが灯るときがあるんです。そこまで来ると、もう合格は目前だと言えます。そして、講師としてもですね、今までサポートしてきたことの成果を実感するわけです。ですから、皆さんにもですね、この頭の中にパッと明かりが灯る瞬間をですね、体験していただきたいと思います。では、司法書試験の受験生の特徴です。それは、 脱サラを目指している方が多いです。司法書士は弁護士とは違いまして、大学を卒業してすぐに司法書士になるという人はあまりいません。ほとんどの人が一旦社会人を経験した上で脱サラを目指して受験しています。そうすると、試験勉強は働きながらするということになります。 受験生の中には試験期間が1年以内で合格される方もいますが、そういう方は専業受験生です。専業受験生というのは1日中勉強できる人。働きながらであれば2年で合格すればかなり優秀だと思います。それでは合格すると人生が変わるかということなんですが、これは確実に変わると断言できます。 司法書士になれば、司法書士事務所に就職することができますし、短期間で独立会議をすることもできます。また、法律相談会では一般の方からの相談に応じることになります。初めて先生と呼ばれた時は結構嬉しかったりします。180度人生を変えられるかどうかはその人にもよると思いますけれども、少なくとも90度は人生を変えられる資格であると言えます。 このようにですね、司法書士は確実に人生を変えることのできる資格ですので、ぜひ皆さんにも取得していただきたいと思います。合格目指して一緒に頑張りましょう